投資の可能性をすべての人に小玉です。今日は不況に備える鉄壁の高配当株ポートリオ3銘柄について取り上げていきます。今年に入って株式はひたすら下落、巷の景気もですね、なんとなく良くなさそうなね雰囲気に溢れていますが、そんな状況でもですね、安定的に配当を出してくれて、それで株価変動率が低い、もしくは長期の傾向からしてかなりですね割安の位置に株価がですね落ちている、そんなね銘柄を挙げていきます。高配当銘柄だとどうしてもですね株価が下がって、ね、配当利回りが高くなるってことがねありがちですが、今回で言えば配当金はですねある程度安全性を持ちつつ、株価の変動もなるべくね抑えられるように、まあ、つまりは長くですね保有できる、まあ、そんなね銘柄を取り上げていきます。まあ、不況期でも安心して持ちたい、もっと言えば将来的に長期での配当金生活をね実現したいと、そういったですね方にも参考になるかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは投資初心者にもおすすめな高配当増配株の投資法について取り上げています。先日ですね大学の同期とですね久しぶりに会ったんですけども、彼もですね投資で、まあ、3000万ぐらいですね突っ込んでトレードねガンガンやってるんですが、まあ、勝ったり負したり結構ねギャンブル気質でした。なのですが、そんな彼でも株式投資に関して言えばですね高配当株を中心にですね運用していまして、まあ、投資でねリターンを求めるのはもちろんですけども、結局最後にねお金が残りやすい方法といえばやはり業績が成長していてインカムも安定的に出してくれる会社だと言っていました。もしあなたが専業でチャートに貼り付いて見られるのであればいいですが、大半の方はですねお仕事をしながらという形になりますので、まあ、そんな方でもね無理なくできる投資法です。でですね、毎度言ってますがこちらのですね公式 LINE の方に登録してもらいますと、私がですね推奨している暴落時に有料銘柄拾って、そして中長期で2倍3倍を目指す、まあ、そんなね投資法についてこういう動画をプレゼントしています。特に積み立ては投資信託ではなく個別株投資を始めたいという方、この暴落期をねチャンスに変えたいという方にもですね非常におすすめなので、ぜひね概要欄のリンクの方から友達申請をしてみてください。それでは本題でいきます。不況にも強い鉄壁高配当株その1が8096兼松エレクトロニクスです。この会社はですね動画で何度かね出てるんですけども、兼松傘下の IT 情報ベンダー、仮想空間などを中心に IT インフラの構築保守運用を手掛けています。業種も幅広くですね、まあ、製造業金融業サービス業をはじめ公共施設などですね、まあ、幅広く手掛けていまして、コロナでも関係なくですね業績を安定して伸ばしている会社になります。長期で見てもですね、まあ、じわじわと上昇していまして、配当利回りは現時点で 3.83%、まあ、できればね 4% 台中盤ぐらいをね狙いたいところではありますが、まあ、安定してね動いているのはねまず分かるかなと思います。決算が一応ですね10月28日に控えていますので、その点はね注意しないといけないですが、会社の現状の見通しとしましても12期連続の増益、過去最高益をですね見込んでいます。セグメントのですね状況としましてはこのような感じ、まあ、システム事業とそれからねサービスサポートに関して両方ね伸びているのがねとてもいいと思います。自己資本比率は 75% で、さらにですね有利子負債倍率は値がないのですが、まあ、つまりは無借金経営で、ね、来ているということです。キャッシュフローもですね非常に安定していまして、2016年頃からですね、まあ、今と同じぐらいの水準で保ちながら営業益をしっかりと伸ばして、それね投資に回しつつ、さらにねこの財務キャッシュフローがマイナスになってますけども、株主管理もね積極的に行っています。特に不況期というのは財務的にですね安全性があるというのは投資のねポイントの一つになります。低金利でマーケット環境が良ければですね、まあ、先行投資をして事業を拡大させて急成長を狙うというモデルでもいいのですが、今のように急速にですね消費が縮んでいる時期というのは企業活動も縮小しなければいけませんし、逆に言えば不況期にですね投資をするにあたってすでに手元にね現金があるというのは非常にね強みとなります。株価の暴落時にですね拾うための、まあ、現金をしっかり持っているのと、まあ、同じような似たような感覚かもしれません。まあ、その面で、まあ、今後ね上がる下がるはともかくとして、比較的ですね株価帯がね安定しやすいね傾向になるかなと思います。実際今年に入ってもですね株価はなかなか堅調ですよね。株単の有料プランで見られるヒストリカル PR で見るとですね、この株価が一旦押し目をつけているラインの PR がおよそ12倍、現在が 13.5 倍ですから少しね高めかもしれません。さらに月足の RCI で見るとですね、ずっとね今上がってきて割とこう100に近いライン高値圏に来ていますから、一旦ね落ちたところをね狙うのもありかもしれません。一応ですねこの10年の最大の暴落というと2018年からコロナショックの安値前のおよそ 30% の下落、まあ、そこからね盛り返してきてるわけですけども、今の株価で 30% 減といえば、まあ、およそ3000円のラインになります。なので一応そのあたりはね想定しておいた方がいいかなと思いますが、まず兼松というですねバックボーンがあるということと、それから IT システムというのは単一の製品と違ってですね基本的にはインフラに近いです。なので急にですね不況だから解約がねもうバンバン来るということもありませんし、何かよっぽどのね不祥事とかがなければですね問題ないかなと思います。まあ、財務的に安全でありながらですね配当金もですね増配を続けていまして、今期もね前期と同じ155円
円の配当予想。久しぶりにですね、配当金を増配せず据え置いているところを見るとですね、業績見通しそんなに良くないのかなと思いますが、まあ、逆に言えばですね、株主還元を意識しつつ、しっかりとね、利益に応じて配当金をですね、まあ、過度にね、増配しすぎず、ね、維持していますので、まあ、そういった視点もね、好感が持てるかなと思います。まあ、仮に株価3000円まで下がったら、それこそ配当利回り 5% とかになりますので、結構美味しいですね。まあ、普通に PR12 倍をね、目指すんであれば、今の株価から 10% 下落がですね、おそらくになりますので、まあ、3600円ぐらいがもしかしたらね、現実になところかなと思います。ただね、安定してとは言いましたけども、決算発表がね直近ありますので、そこ周辺で株価がですね荒れる展開ももしかしたらあるかもしれませんので、その点は注意してください。不況にも強い鉄壁後輩投資その2が3391ツルハホールディングスです。まあ、ディフェンシブの代表格、6月にね動画で撮られたんですけども、そこからですね上がり続けて、まあ、強いですね。配当利回り以前はですね 3% 台中盤まであったんですが、現在は 2.59%。 不況下にはですね、まあ、日用品や医薬品などをですね扱うディフェンシブセクターがね伸びやすいですが、まあ、それもあってですね株価がね大きく伸びています。特にターニングポイントになったのは6月21日のですね決算、今期のね増益見通しと66円の増配、これは配当成功ベースでおよそ 50% にまでですね株主還元を、ね、引き上げるというですね方針を発表しまして、そこからですね株価は大きく反発しました。それまでは松本清などと比べてですね同業よりも株価パフォーマンスが冴えなかったのですが、まあ、増配効果もあり、まあ、見ての通りの、ね、株価推移となっています。まあ、よく見ると出来高もねほとんど変わらずですね伸びているのはね、まあ、不気味でもあり、逆に言えば値上がり率ランキングや出来高の急増などあまり目立たないので、スルスルね上昇しやすいね形の例かなと思います。ただそもそもで見ると、昨年の冬頃から既存店での売り上げが前年比割れしまして、業績がね落ち込むことによって株価もね売られていました。なので業績が低迷する中でのね急反発でもあったんですが、まあコロナがですね、まあ6月に再流行したところと不採算店舗の閉店および新規のね出店がね功を奏して、まあ増益ね転じた形となります。まあこれからね冬になりますし、またねコロナもぶり返すかもしれません。まあそういった意味ではねこれからの銘柄かなと思います。ただ見て分かる通りですね、もうすでにね大きく上昇していまして、少しね手出しはしづらいかなとは思います。というか、まあ、今みたいな暴落期でもこのようなですね逆行高するような銘柄がねありますよという事例で持ってきたのもあります。なので直近の投資対象の参考にはしづらいかなと思うのですが、ただ長期のですね株価推移を見ると一旦ね底を打った形にはなってます。まあ、例えばかなり長いですが、2006年からですね2008年前の過去の株価およそ 60% 減少、2018年から2022年にかけてもですね高値からですね 60% 以上下落していまして、そこから反発する形になっていますので、業績面のね考慮は必要ではありますが、株価で見ればですねもう落ちるところまで落ちて、そこからね切り返しているような形となります。まあ、直近の株価では半分になって倍になってまた半分以下になってっていう形なので、まあ、ややねボラティティ大きいですが、まあ、高配当株価したことによってですねある程度底値はね固くなりやすいのと、もし今までの傾向通りに行くのであれば、まあ、1万円や1万2000円ぐらいがね株価ターゲットになりますので、冷やしだけで見るとね結構上がってるような感じはしますけども、まあ、まだまだね割安いラインなのかなと思います。まあ、ドラッグストアや調剤薬局自体が、まあ、店舗のね過当競争はあると、まあ、今後高齢化のね日本においては引き続きね需要のあるね業種かなと思いますし、まあ、今買うというよりもねある程度安くなったところをですね拾って、配当利回りは高く、それでいてね値上がりもじっくり狙えるような、まあ、そんな投資はねできればいいんじゃないかなと思います。不況にも強い鉄壁後輩投株その3が9147日本エクスプレスホールディングスです。日本エクスプレス、日通ですね、国内最大級の物流会社、国内のですね輸送に限らずですね鉄道、トラック、航空、海運ですね、その他諸々国際的な物流網を世界49カ国に展開しています日本を代表する物流グローバル企業になります。まあ、ただ単に運ぶだけじゃなく、そもそもロジスティックスのですね根幹の部分、まあ、倉庫や港湾インフラまでですねになっていますのでですね、もはやねインフラです。近年はですね、まあ、物価高や旺盛の需要もありまして、海運株がですね大きく伸びましたが、陸運もね同じように業績好調で、 DX 化に取り組むのはですね収益の効率性も上げています。配当金もね高いですね。1392円の一株利益に対して400円の配当、これはですね今期限定の記念配当が150円上乗せされてますので、通常の配当はね250円になりますが、それでもですね配当利回り 3% 台中盤、現状ではね 5.43% というね高配当株になっています。利回りもそうですが、あの業績のですねアップダウンにかかわらず配当金を基本的にね維持しながらね出しているという点もいいです。だいたい配当成功でいうと業績が好調でも 30% から 40% 程度、今
期も、ね、大幅増益で記念配当を出しているとはいえ、それを除けば通常配当で 20% 台中盤ですから、かなり配当を、ね、手堅く出してくれる点もいいです。まあ、オンラインショッピングを伸びてますし、日本国内のですね、設備投資もね、上がってきていますので、陸運中心にですね、物流まだはね、伸びる余地あるかなと思いますが、ただ一方で景気敏感株でもあります。実際この10年の株価推移を見てみると、下値ラインはですね、固く上がってきてはいるんですが、それでもですね、高値からですね、半分近くになるような展開も散見されます。今回はですね、円安メリットもあってですね、比較的株価がまだ持ちこたえているような印象ですが、もしそれがなければ結構落ちていたかもしれません。なので、まあ株主還元には手厚く、一方で国際的なインフラでもありますから、長期保有を前提にしたいところでありますが、売買タイミング的にはもしかしたらもう少しね、待った方がお得な銘柄かもしれないです。記念配当を除いて、配当基本ですね、250円で維持と考えると、配当利回り 4% であれば、株価6000円が目標ラインとなります。まあ、さらに過去と同じく半分ぐらいをですね、想定するんであれば、5000円割れや4500円も一応想定しておいた方がいいでしょう。また直近の決算が控えていて、おそらくここはね、円安のね、恩恵を受けられるような内容になってるかなと思いますが、アメリカがですね、本格的に景気後退して、そして今と逆で円高に触れるような方向になると、もしかしたらね、それも下落圧力になるかもしれないです。なので、配当金に関しましては信頼性があるのですが、株価で言うと必ずしもね、安定とはね、言えないぐらいの動きになりますので、まあ、そこは注意して、まあ、ただ長期のね、インフラ銘柄として見てもらえばね、いいんじゃないかなと思います。まあ、長期のね、配当金生活や値上がりをね、狙うのであれば、やはり配当利回りは最低でも 4% は欲しいところでありますし、まあ、それに加えて利益やですね、配当金支給が安定している、そういった側面もね、考えないといけないです。なので、それにはまず優良銘柄という前提ではありますが、全体試合が悪化して株価だけが落ちている状態を見極めること、そしてその会社のですね、業績の安定性、成長性というのをしっかりとね、スクリーニングして見極める必要があります。まあ、それができれば、あとね、売買は一時せずに持っておくだけでですね、インカムとね、それから値上がり期、両方ね、期待することができます。こんなこと言うのもあれですが、もう本当放置するだけでね、いいということです。で、もし今回のね、動画を聞いてですね、まあ、その投資に、ね、興味がお持ちであれば、ぜひですね、こちらの公式 LINE の方にも登録をしてみてください。私がね、推奨している暴落時にね、有料銘柄をね、拾う方法と、あとは監視銘柄のね、リストなんかも具体的に渡していますので、これからね、個別株投資をね、始めるという方であれば非常に参考になるかなと思います。普段の YouTube 動画と合わせてみてもらうと、より参考になるかなと思いますので、ぜひね、概要欄のリンクの方から友達登録もしてみてください。それから本日の動画が役に立った、いいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。撮影日時点ではまだね、下げていますけども、年末にかけてはですね、一旦反発するね、可能性もありますので、商品はもちろん短期トレードもね、利益を伺えるチャンスかなと思います。株価の上下だけ見てるとね、一喜一憂してしまいがちではありますが、この時こそね、冷静にね、銘柄と、あと市況のね、分析をしながらね、落ち着いて臨んでいきましょう。ということで、ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。